するつもり？司ちゃん、その格好は。先輩ってどんなコスプレが好きなんすか？なに急に。誰も見たことのない幻のその姿、つまりレア。なるほど、話は聞かせてもらった。私が必ず司ちゃんに制服を着させてみせる。やはり男の子の気をそらせるのは魅力的な女の子だよ。だったら着てみようか。嘘言ってもしょうがないから言うけど、グッと着てしまうのは事実だ。制服というものはとても不思議な服だ。靴下を脱がすだけだったらいいですよ。